長寿星は、新長末期の官僚、軍人、ジワブリケ県、Y 軍の小水、安記賞合飛出身で、長寿、三、長一期兵の二位。隣生であったが、弟の長寿、三、長一期兵と共に断連を組織して、太平天国軍と戦い、元山、六安、永山、角山、千山、無意に出撃した。 太古の戦いでは500人の兵で数万人の陳玉聖軍を破り、劉明殿、修正派、反カナエシンと連合して安気省北部を制圧した。また祖国藩の呼びかけに応じて武庫を守り、地府に抜擢された。1862年、李孝章に従って上海の救援に赴いた。この時李孝省が Y 軍を創設すると、劉明殿と共に、 その指揮官となった。1864年には上州、古州を攻略する先行を挙げた。1865年に直霊アゼチとなり、年軍と戦った。1870年に三成アゼチとなり、1872年には総運総督、チャンスー順部代理に昇進した。1879年に奇襲準部、厚生準部を経て、 両総督となったその間宮尾族の間宮族を鎮圧している1882年、李光章が母の死で帰京すると直令総督の代理を務めることとなり、朝鮮で神語事変が発生すると御朝圏を派遣して鎮圧した。1883年、再び両公総督に就任。1884年に神仏戦争が発生すると、 朝廷に、良好総督を辞任して軍務に専念したいと申し出て受理されるが、間もなく病死した。死後、安氏たちの死後を送られた。ありがとうございます。